やあみんな、私はかよわき生命を守護する組織ギャラクシーレスキューフォースに所属しているウルトラマンリブットだ。同じくソラです。今日は我々ギャラクシーレスキューフォースの日常や秘密を少しだけ覗いていってもらおうと思う。ゆっくり楽しんでいってくださいね。うん。すまなかったな、ソラ。たびたび取り継いでもらって。いえいえ、今日はイザナ女王におつなぎできてよかったです。ジャスティスの助力を得られると、イザナ女王もお喜びでした。いや、これも宇宙正義を貫くための判断だ。タルタロスは時空を超えて暗躍している。最近は鳴りを潜めてはいるが、あの存在は我々としても脅威だからな。そうですね。それは光の国としても同じだ。セブン・ツー・ワン。どうしてここに。何、ジャスティスと同じさ。宇宙保安庁を代表してギャラクシーレスキューフォースとの連携の打ち合わせにな。セブン・ツー・ワン、久しぶりだな。ルーゴサイト討伐の折は世話になった。君たちの救援がなければどうなっていたことか。私たちだけでもルーゴサイトは倒せなかっただろう。お互い様だ。そうか、あの時お二人は一緒に戦っているんですよね。レイティやネオス、コスモスも一緒にな。異なる世界のウルトラマン同士の共闘、素晴らしいことです。あの時はゆっくり交流する暇もなかったからな。こうしてまた出会えて嬉しいよ。私もだ。君の実力には興味があった。ぜひ手合わせ願いたいとね。ほう、いい機会だ。胸を借りても。私は構わないが。すごいことになった。宇宙保安庁切手の猛者セブン・ツー・ワンと宇宙正義の使者ジャスティスの対戦、これは燃えないはずがない。そういうことならギャラクシーレスキューフォースの闘技場を使ってください。男の子ってこういうノリ好きよね。10戦やってお互いに5勝5敗。すごいものを見てしまった。さすがだな。まだ実力を隠しているのだろう。あなたもな。強者の会話っぽい。またいつか共に戦える日が来ることを願っている。ああ、こんな歴史的な場に立ち会えるなんて、ギャラクシーレスキューフォースに入ってよかった。大げさなのよね。今週のナースデッセイ開発秘話、特務参加奮闘記は、新型戦闘艇のアイデアを募るためにマルールが宇宙人たちを招集したんだって。どんな宇宙人が出てくるか楽しみだね。第13話宇宙人会議、つぶらやイマジネーションで配信だぜ。見逃さないでくれよな。僕も絶対見るよマルール。おう、楽しみにしてるよなペガ。うん。宇宙から飛来した新たな脅威、それは黄金に輝く謎の巨人だった。早くグリッターの力を使いこなさなくちゃ勝ち目はない。って、新しいウルトラマンまでやってきた。次回ウルトラマントリガー黄金の脅威、スマイルスマイル。チャンネル登録よろしくな。様々な情報をチェックしてくれ。告知もドリームだ。だから大げさなのよ。